ウィリアム・クローフォードは、副大統領がかけた後、大統領継承順位が最も近くなった、最初の人物となったアメリカ合衆国。副大統領代理とは、副大統領がかけた場合に時折用いられた非公式の称号である。上院仮議長は、副大統領職が死亡、辞任、解任、または、大統領職の継承によってかけた場合に、上院議長の職務を行う。 1792年大統領継承法に基づき、副大統領が欠けた場合は、上院仮議長が大統領権限の筆頭継承者となった。歴史的には、こうした状況下で上院仮議長に副大統領代理を任せた例は何度かあった。しかし、憲法の下でも、連邦法の下でも、そして社会的に認められた伝統の下でも、そのような公職は存在しない。 代理の範囲内でさえ、これまで副大統領代理とみなされた者が、大統領権限を継承したことはなかった。ラファイエット・フォスターとベンジャミン・ウェイドは、大統領職の椅子に最も近い人物となった。そして、1886年大統領継承法の成立後は、上院仮議長は、もはや副大統領に次ぐ大統領職継承者ではなくなった。にもかかわらず、 ジェームズ・イーストランドは、二度、副大統領代理と称された。一度目は、スピロワグニュー副大統領の辞任後、二度目は、ジェラルド・ホードの大統領職継承後である。1964年、リチャード・ニュースタットは、上院司法委員会の憲法修正条項に関する、特別委員会に先立っての公聴会で、法定職たる副大統領代理の創設を提案したが、 この提案が採用されることはなかった。ありがとうございます。